私が以前勤めていた老人ホームに、100歳過ぎのおばあちゃんがいた。身寄りがなくて、入所してから面会に来る人は一切いなかったけど、明るくて元気な人だった。ある日の朝、おばあちゃんがすごい嬉しそうに、昨日の夜中な、息子が、海軍からやっと帰ってきたんよ。航空隊で戦闘機乗っててん。母さん、長い間寂しい思いをさせてごめん。お迎えに来たよって。でも、私、まだ、施設の職員様たちにお礼言ってないから、意見言うたの。だからね、まるまるちゃん、今までありがとうございました。夜中に息子さん？海軍？確か、息子さんは、18歳の時に、神風特攻隊で戦死したと以前言ってたじゃん？飛行服着た息子さんの写真を大切に持ってたし。現実的にありえない話で、私は、夢でも見たんだろうと思って、冗談言って返したけど、その翌日の朝、おばあちゃんはひっそりと天国に旅立っていた。でも、かすかに微笑んでいて安らかな表情だった。生前、おばあちゃんは、やっと授かった一人息子が、自分より先に死ぬ悲しさをよく語ってくれた。旦那さんも早くに亡くし、一人寂しく生きてきたおばあちゃん。天国で、やっと家族と再会できて、幸せに暮らせるのかなと思うと、涙が止まらなかった。